ラテン十字イギリシャ十字十字架はイエス・キリストが卓形に処された時の経緯と伝えられ、主要なキリスト教教派が最も重要な宗教的象徴とするもの。イエスの十字架をかたどり立体のものを作ったり、画布や板に描いたものを集計の対象とする。また、祈祷の一部として手で自分の胸に描いたり、相手の頭上に描いたりする。 クレタのセオファニスによって16世紀に描かれたキリストの卓形とそれを見守る人々が描かれた聖教会の遺恨。アトスさんのスタブロに来た修道院所蔵。旧約聖書において卓形に書されたものは呪われるとあり、またローマでは十字架への卓形は国家反逆罪への罰であった。このような呪いと下げめをキリストが感受したことのうちに、キリスト教では イエスの減り下りとそれによってのみあがなわれ得た人類の罪の深さ、さらにそれを解消したイエスの神聖の力強さを見ている。十字架がキリスト教の信仰の中で重視されるようになったのは4世紀以降である。十字架はキリストの受難の象徴を私に対する勝利の印、さらには復活の象徴として捉えられた。このため、聖なる気、死を滅ぼしし穂などの微笑がある。 キリスト教を公認したローマ皇帝コンスタンティヌス一世の夢に十字架が勝利の印として現れたという伝承やコンスタンティヌスの母ヘレナがエルサレム巡礼に際して十字架の遺物を発見したという伝承がある。いくつかの図像や立体の十字架の根元にはサレコーベが置かれていることもあり、これは伝承によればアダムのサレコーベであると言われる。 カトリック教会や聖教会など、伝統的諸教会においては、十字架への数形を、公の場面でも、私の場面でも行う。特別の祭日において十字架を数形するほか、十字架への切符や綺麗を行う、十字架を主題とした祈祷を行う、一般の祈祷において十字を手で描くなど様々な仕方で、十字架は信仰生活の一部となっている。十字の描き方には、 教派によっていくつかの種類がある。こうした際は古代の教義論争の結果成立したものであり、最初期には一本指、二本指などいろいろな方法があった。また十字を描く場所も多岐にわたった。プロテスタントのほとんどの教派でも十字化はキリストの受難を象徴するものとして教会装飾に取り入れられる。一方ほとんどのプロテスタント教派では、 手で十字を描く習慣は廃されている。ブルガリア正教会のマクシム総主教。頭にミトラを着用し、胸にはパナギアをかけ、右手には手持ち十字架、左手には剣杖を持っている。カトリック教会や正教会などにおいては、十字架発見をはじめとして、いくつかの十字架に関する祝祭日がある。正教会においては年に3度、十字架のための特別の 祭日がある。大時中の十字架後輩の主日8月の十字架の出向の祭日、9月の十字架境境祭である。十字架教境会祭りは十字架発見を記憶する祭りで、十二大祭りの一つである。またそれ以外の時にも復活大祭など特別の折に十字を先頭にした行列を行うことがある。これを十字行という、 十字行は成果を伴う、方針例の一種である。信者は十字架を身につけるほか、指を用いて十字を描くのを常とする。また、聖教会においては、主日ほか祭日の早化中と、生体礼儀の後、主教もしくは司祭が持つ手持ち十字架に接吻し司祭の祝福を受ける習慣がある。この十字架接吻で用いられる十字架は多く、金星であり、 十字架上のキリストの体の型取りを含む場合が多い。八単十字架、ケルト十字カトリック教会で行われる新人行で中世末期から行われてきた。キリストの真似日の一形態とも言える。イエスキリストの捕獲から受難と埋葬までの十四の場面を個々の場所や出来事を心に留めて祈りを捧げる。聖地巡礼ではそれぞれの場所で祈祷を行う。 これをにすために、カトリック教会の聖堂では、壁に捕縛から埋葬まで十四場面の聖画像が掲げてある。最後に十五番目として、復活の場面の祈りが、祭壇中央に向かって捧げられることもある。特に始巡説中に、ミサの前後などに行われる、新人行である。日本語では、立体のものを十字架と呼び、二次元のものは十字と呼ぶことが多い。 古くはポルトガル語のクルーズを模して来ることも言った。ユニコードに採用された文字としての十字架には以下がある。ありがとうございます。